これやれっていつ分かったの？あ、いつも誰いつも分かったの？なんかたまたまカメラマンが来てた。だって昨日連絡くれたら俺それより時間調整して待っとったってけた。タレントじゃないんだよ、そんなことしてくれるんです。言ってくれるやつ。なんか撮れたかしら、残さなかなと、残しとったのがそこ。ああ、そういうこと。撮れたかのことが気にするようになった。で、ケンちゃんもな、もう全部やったらもう終わったとこだった。終わっちゃうもんで、で、ケンちゃんもあの2個だけ残しといて、残しとたのさ。YouTube ファミリー。金曜日の日に YouTube ファミリー。YouTube ファミリー。金曜日連絡出たら最年長 YouTuber。 結構でもね、あのこういう仕事はあるんですよ。あのなんかみんな結構外壁塗装があるよ。じゃあ足場組んで塗装できるだけでしょうけど、これでもこれ裏の懸念とかこういうのは、まあこれ塗装屋がいるんか。そうそう。階段。でこれだけ買ったしねえってことか。さっさのやつさ。あれは職人が、まあ塗装職人が3台あるんで今ね。うん。これ両方塗るんかな。いや、こっちはもう前に塗ってたもんで、うん、5年前かなんか塗ったらしい、うん、で、こっちだけを塗る、うん、シャッターも全部塗るって。あ、ほんと、うん、で、これも全部張り替えていっとったもんで。あ、せんちゃん、これ車やったのか。いや、やるよ。これだって今掃除して回したらダメって言ってんやん。ヒゲ剃ってからもういいやん、獅子。なんかうるせえんだよ、佐藤健二。なあ、思うだろ。これどう思う？見て見て、本当になんか文句言いたそうだ。どう思う？汚らしいと思う？何が？二階堂の社員があんなんでお客さんとじゃあ俺ら客商売だろ。何ヒゲ？ヒゲ、汚らしいだろ。言ったってくれ。もう分かったし、もう取るもんがなかったし。すいません、すいません。おにぎりください、おにぎりください。ちゃんと謝罪、そんな謝罪じゃダメし。社長に向かって言うから。これあるんだよな。なんでな。なあ、これ変えたい。例えば 俺だで安いけど、安くできるけどな、うんうん、ほんでもよそのな職人さん頼んだら金かかるよな。ほら、すぐ決まるって。そうだろ。ちげえ、ちょっとカメラ向いてよ。うちの親父だって70で、まあまあこれだよ。まだ汚いっちゃ汚いけど、まあ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 、これよりも。いや、俺も結構、ボサボサの時ひどいよ。いや、俺、そんなに毛深くないもん。あんたも毛深くない。お前、毛深くないやろ、俺と一緒で。脱毛症。いや、脱毛症、そんな、俺、血統系だもんね。こんなで、俺みたいなね、血統サラブルト。サラブルト。親父は覚醒入れなんで、その上がすごかったと思ったの。おじいちゃんになってくる。そう、親父がまだ体育。とにかく72で筋トレするからね、この親父。まあな、これやっとるやっとる。筋トレもやっとる。筋トレの機材結構あるね。あるある。でも今もうあげれんな。つい先もうほとんど先サボっちょるもんで。72だもんね。72で。ベンチプレスで一時60キロ楽に上げれ、60キロ上げれたもんな。こんな頭だもんな。それは威厳だわ。この人もそうだよ。いや、ケンちゃんどれ。でも頭は覚醒遺伝だよね。おじいちゃんだね。ほらほら、これこれは偽物だ。ドーキングしたんだね。ドーキングしなかったら3人一緒だから。でしょ。俺な、ちゃんとだろうな。正真正銘の頃だろうな。ドーキングしなかったらみんな一緒。俺服着るでしょ。何よ。服着る。着る着るよ。なんか俺最近って言ってもアデラスを分かるんですよ。別に服着るだろ。いや、裸で表歩くって。外壁されることある？まあ、まあ、まあ、いや。いるよ、みんな。さあ、偽物じゃん。偽物ほとんどない。いいよ、別に。別に俺アデラスって言ってんの。俺髪の毛着たら偽物だけど。いや、髪の毛が偽物じゃないから。アデラスをかぶってる。なんだ、俺だって金があれば、冬なんてものすごい寒いでしょ。誰が寒い？女の子なんて分からん。何よ。俺も脱毛しよう。あ、脱毛しよう。でももう調べられて偉い。本当白川なんて俺も行ってきてる。白川は何行けんのあれじゃん。あ、白川入ってくるの。そう、白いの反応しない。あ、そう。黒に反応するから。そうそう。あ、そうなの。だから若いうちにやっといた方が。そうなんだ。僕らじゃもうひげ見て何センチ高いちょっと上に持ってこい上に。これわかる。2ミリ以上だったらもう手がなしで、これは現場にいた時ね。その日の、俺定規持って、これもタイルの、何、なんだ、ナニスコみたいなやつあるじゃん。今俺定規持ってるから、ノリスみたいな。俺定規持ってるから、定規持ってきちゃった。確かに、あっちゃん、あっちゃん。どう思うこれ。定規持ってるよって出してくるから。僕のパックだ。ごめん、ごめん、こっちじゃない。結局持ってないし。ない、ない。なかったわ。つける、つける、つける。つけるもない。
つけろ、くまないつけたらあるよ15円くらいよそんなに測る、どうやって測るの痛い痛いアップでどうなの、アップでこれ確実にあれだな、ちょっとこっち見て確実に1センチあるだろ、これ1センチはないわ、2個引っ張っちゃうもんね、2個やなそりゃギュッて伸びるわさちょっと行こう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 、ほらこの人、サンタクロースみたいサンタクロースみたいに、もうちょっとこれちょっと建築何がそんなことなの汚ねえなのマギーみたいマギーみたいマギーみたい女性の大切なあそういうことだ女性の大切な部分家族に女性を敵に回しては今せやよさ女の子にはないじゃん怖いねやんねなこれまあでも5ミリは絶対あるな5ミリでしょ3ミリ3ミリでしょ今度来た時3ミリ3ミリ3ミリな3ミリな、ね、じゃあちょっと親父も測ってみるからじゃあ親父合格だなこれ合格合格って何よ 2.9 ミリぐらい 2.9 ミリぐらいちょ何の基準なの 2.9 とか、うん、ここまではセーフそうか何ゲレットなんで何ゲレット今ちょっとじゃあ吸ったところだけちょっと一回ちょっと取ってみてそれ欲しいっすねんあ、スマホパーン壊れるとパーンに火花が飛んでる目に入らない女性でいいこれまで飛んでるぜ危ないですね、うん、ここはね、ここは俺やったダメダメいやいやいや、ここだけ、ここだけは完成でしょ、うん、ここだけは綺麗なやつ見せるさ、最後にこれ、メガネしよう初めて言うんですよ初めて言うんですよあれでゼロあれでゼロあ、これすごいそれでゼロ熱いよ本当もうさ暑い暑い250度ぐらいスケールで測ってスケールで測ってスケールで測ってああすごいじゃんこれで言ったらわからんなんでそのままペンキ屋さん塗れるでしょうんはい本日は清洲の吉野屋さんおさ酒屋さんこれ折算で塗装させてもらっとるんでまた面白い物件があったらうちの社員にもちょっと言っといてほしいよ一応社員さんこういう仕事がねこういうね、うん、面白い物件があったら、うん、社長を取りに行ってくださいって言ってください塗装とあそこばっかりじゃないもう二人さん最後にじゃあ完成の意を込めてヒゲについて、はい、次撮影来る時は前もって言ってくれたもう前もって言ったらでしょう今のロケまあ俺の場合はまあごま塩みたいな感じだもん、ね、これはまあまあ一応ね合格ラインだったね、まあ、合格ラインらしいで3ミリか確実にアウト私はなんとかセーフになりましたんで、うん、ぜひまたじゃあチャンネル登録といいねよろしくお願いします、はい、お願いしますまた見てね